はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、グラブルの肉集めにトレハンが意味あるのか検証っていうことで、まあ、実際意味あるらしいんですよ。うん。まあ、結構昔からトレハン、まあ、1年前ぐらいかな ?1 年前ぐらいからトレハンは意味ありますよっていうような感じになってたらしいんだけど、じゃあ実際トレハンの肉集めって、トレハンを入れるか否かの肉集めって、どれほど差が出るのかっていうのがわからないじゃないですか。だからちょっと今回はそこら辺のトレハンを入れてみたやつとトレハンがないやつっていう二択を比べてみて、実際どのような差異が出てくるのか、数によってねっていうのを見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、今回の検証方法としては、僕これ肉集めの編成、自発用の編成なんだけど、まあ、こちらの編成からエッセルを抜いて雫を使わない編成。こちらのね、ショップの雫を使わない編成で1時間と、エッセルを入れて雫を使った編成で1時間を比べるわけですよ。1時間で倒し続けて比べてみて、ちょっとどうなるのかっていうのを見て、数をちょっと見ていきたいなと。で、まあ、トレハン入れないのかっていう質問はあると思うんだけど、トレハン入れるとちょっと時間的に変わってしまうんでね。まあ、ちょっと今回はトレハンは抜きでいってみたいと思います。最初は、トレハンなし状態から1時間、それじゃ回ってみたいと思います。あ、チャンク数は現在3979個です。よろしくお願いします。はい、ということでアイテムドロップ率アップなしの状態で1時間の方が終了いたしました。肉の数が3979から4219へとなりました。プラス240個ですね。そして、ここからアイテムドロップ率アップを入れて、エッセルですね、まずこのエッセルでアイテムドロップ率が 10% アップ、プラス雫で 10% アップ、まあ、単純に 20% アップっていうわけじゃないんですけどね。まあ、こんな感じでアイテムドロップ率アップ1時間を入れることによって一体どうなるのかっていうのを、ここで肉の変動数っていうのを見ていきたいと思います。それでは1時間やっていきます。レッツゴー。はい、ということで1時間の方終了いたしました。肉の方がいくつになったのか、アイテムドロップ率がないやつと比べてどんだけ変わっているのかっていうのを、まあ、ここが課題になってるんですけれども、肉の数は1時間で、こちら、4451個となりました。4219から4451ってことはなんぼだ?ちょっと計算しますね。肉の数は232個ということで、トレハンなし状態はプラス240だったのと比べると、マイナス8となっておりますね。うん。まあ、ここで結果を出すのはもう完全に早計なんですけれども、今回の場合においては、マイナス8となったということで、まあ、ちょっと話としてはありましたよね。その、肉以外にもっとこう、レアな、武器になってしまうから、アイテムドロップ率、チャンクの方は意味がないっていう説だったりもして、まあ、そこら辺の真偽は正直まだわかんないし、あとですね、アイテムドロップ率アップっていうので増えるのは、MVP 箱とかじゃなくて、普通に殴った時に出る箱なんですよね。つまり、救援の時にドロップ率アップっていうのがどうなるのかっていうのが本当に顕著に出てくると思うし、まあ、僕はね、オリバーとかを使っていなかったから、まあ、今回の装備はこんな感じなんだけど、例えばだけど、まあ、僕の今の光の、救援の編成がね、だいたいこんな感じになってるんですけれども、 B が入っていたりとか、メインでオリバーをジョールリーを入れてみたりだったりとか、ダマスカスナイフとかだったりで、まあどんな風に差異が出てくるのかは僕はまだわかんないけれども、少なくとも今回だったら、まあ特にめちゃくちゃ変わってるっていうようなのはなかったっていうような結果でございました。ということで、まあ一応ね、皆さんにまあ参考になれば幸いでございますけれども、どんな風になるのか、自分はかけるぜっていうタイプなのか、まあこんなんだったらまあ適当だろうみたいな、アイテムドロップ率あってもそんな変わらんだろうっていう風にやって、普通に殴るかは自由ですし、僕はですね、普通に素殴りをして RP と EXP を稼ぎたいっていうような気持ちから攻撃力編成にしてるんだけれども、まあどんな風にしていくかはあなた次第ということで、投げっぱなしジャーマンエンドです。またお会いしましょう。バイ。